まーこさんは食べ友のお時間です。今回はラーメン激戦区でも有名な京都一乗寺にオリジナルソースが絶品すぎるとんかつ屋さんがあるとお聞きして向かっております。こちら出町柳の憩いの風景、鴨川越しに大文字が眺められる京都の中でもとても好きな場所であります。南にも来てくださいというコメントをたくさんいただいているのですが、今回も北の方で申し訳ありません。京都駅より南側、そして西も東も精力的に回ってまいりますので、今しばらくお待ちくださいませ。こちら満州院道、電気屋さんで動くものを発見しました。近づいてみるとロボペットちゃんでした。なかなかこちらを向いてくれません。おーいおーい、あ、向いてくれました。おーい、元気ー。じっとこちらを見つめてくれてはるけど、もう行かなければならないのでお別れを言うて立ち去ります。つぶらない瞳で見つめられると離れがたくなりますね。この満州院道も新旧いろいろなお店があって、趣のあるいい通りです。そんなわけで見えてまいりました。今回のお店はこちら、とんかつ専門店とん吉さん。永山電鉄一乗寺駅から徒歩5-6分、バスだと北8番や5番に乗っていただき、一乗寺下がり松町で降りていただくと便利かと思います。お車の方は近くのコインパーキングをご利用くださいませ。街並みに馴染んだ趣のある外観、とんかつ専門店として長年街の人に愛されてきはったのがひしひしと伝わってきます。こちらのちょっと魅惑的な表情を浮かべた豚さんのオブジェ、目が合ったら到底素通りはできない魅力的な目力があります。それではお邪魔いたします。間口はそれほど広くはないのですが、店内は奥に広く庶民的なぬくもりのある雰囲気、 L 字型のカウンターがズドンとあります。そしてぎっしりと飾られた豚さんのコレクション、店主さんの豚さんに対する敬意と愛情を感じます。いろんな豚さんがあるもんやなぁと見ていて面白い。昔母がこけしを集めていたのを思い出しました。少し見えにくいのですが、お寿司屋さんみたいに豚肉がガラスケースに並べられています。注文が入るとここから豚肉を取って叩いてはりました。それではメニューを見せていただきます。とん吉定食930円、コンビ定食990円、とんかつとクリームコロッケ定食1400円などのとんかつを中心としたメニューのほか、カツ丼930円や生姜焼き定食1000円という豚肉人気アレンジメニューもございます。お昼営業ギリギリに来ましたが、先のお客様が2組、静かな店内にパチパチっと揚げる音が心地よくなっています。そしてやってまいりました、こちらとん吉定食930円なり。1000円以下のお値段ではありますが、しっかりと大きなとんかつにたっぷりのソースがかかっています。甘辛いソースか大根おろしが乗ったとんかつはおなじみですが、こんな感じのソースは初めてです。揚げ油の香ばしい香りとともに、甘いようなスパイシーなような複雑な香りがしています。見た目もソース色なのにつぶつぶ感があって、初めて見る感じですよね。付け合わせにはポテトサラダにキャベツとトマト、こっそりもやしも添えられています。そしてご飯とたっぷりの豚汁。それではいただきます。まずは断面を見ていただきましょう。こんな感じになっております。お肉をしっかり叩いてくれてはったので、厚みはそこそこですが柔らかそうです。それではとんかつ林長。うわ、柔らか、ほんで美味しい。初めて食べる味、そやけどとんかつとソースの塩梅がめちゃくちゃ美味しいです。豚肉は思った以上の柔らかさ、トーストした食パンを食べているくらい柔らかいです。いや、食パンより柔らかいかも。子供の頃、父にパンを牛乳につけて食べてみよしと言われて、食べた時の歯触りに似ています。あむっと噛むとしっとりとした食感が最初にあって、続いてソースのかかっていないところのサクサク感、そうかと思うとお肉がホロホロとほどけていくのがわかります。豚肉をホロホロとしたと表現するのは初めてですが、ほんとそんな感じ。そしてこのソースの美味しいこと、確かにソースの味、
とんかつソースとウスターソースを混ぜたようなお味。そこに玉ねぎやらニンニクやらがすりおろされていて、ソースの甘みと酸味に加え、野菜の甘みとニンニクの刺激。これだけ野菜を感じるのに全然水っぽくない。浅いと思って飛び込んだら、思いのほか深くて慌てながら海の底知れなさを感じた時の感じ。底知れぬ奥深い味わいでご飯にもめちゃくちゃ合っています。マヨネーズにピクルスや玉ねぎなんかを混ぜたタルタルソースってありますけど、それのソースバージョンというんでしょうか。もぐもぐすればするほど、豚肉の脂の甘みと野菜の甘みが口の中で出会い、動物的甘さと植物的甘さが融合し、心地よいハーモニーを奏でてくれています。野菜タルタルとんかつソースは、さっぱりとした味わいで、一瞬口の中がさっぱり勢力に支配されそうになるんですけど、そこに豚肉の甘みとコクがそうはさせまいとねじ込んでくる感じ。でも強引なねじ込み方ではなく、甘い油でふわっと包み込む感じのねじ込み具合です。でももちろんとんかつソースでいただくとんかつよりもあっさりして感じるので、とんかつがパクパクいけちゃうんですよね。そしてこの豚汁なんですよ。一口飲んで一瞬時が止まりました。めちゃくちゃ美味しいんです。とんかつ専門店とんきつさんではありますが、豚汁とのダブル主演でもいいんではないでしょうか。とんかつと肩を並べる美味しさです。豚のお出汁と脂身の甘みが存分に溶け出しているお汁に山椒が絶妙に効いてるんです。効きすぎていない絶妙な効かせ具合。一口飲んで美味しいと思わず声が漏れてしまったほど。冬になったらお汁粉とコーンポタージュの横にとんきつの豚汁として自動販売機で売ってみてもいいんじゃないでしょうか。京都駅のお土産コーナーとか駅弁とも絶対相性いいと思うんですよね。豚汁そのものもお肉からお野菜からいろんなお出汁が出ていて美味しいんですけど、そこに山椒が効いているから口の中が一旦クリアになるんです。さっぱりするのとは違う。とんかつを食べていた自分なんやけど、これまでの蓄積が一旦クリアになって、また新たな気持ちでとんかつに向かうことができる。豚汁に山椒はバイキングで散々食べた最後のカレーっていうか、イメージを伝えるならば、とんかつパクパクマラソンを走っている途中に給水所でもらうスペシャルドリンクみたいな感じ。美味しいとんかつをパクパク順調に食べているも、口の中がとんかつの味わいでいっぱいになり、このまま続けたらパクパクラップが落ちてくるかもって時に給水所で山椒豚汁を飲むと、また力が蘇ってきて元気に走れるって感じ。口の中がクリアになってスタートラインと同じ気持ちになるんです。そしてさらに山椒の程よい刺激が食欲中枢を刺激してくるので、またさらにとんかつを口に運ぶ手が止まらなくなるという魔法ですね。とんかつと豚汁の術中にまんまとハマって、とんかつと豚汁ダブルでおかわりと言うてしまいそうなほどでした。オリジナルソースはとんかつはもちろん、ドレッシングとして野菜にも、食べるラー油ならぬ食べるソースとしてご飯にも合います。たっぷりかけてくれてはるので、思う存分使っても足らなくなることはなさそうです。オリジナルソースと豚汁の美味しさを何とか伝えようと、いろいろ言えば言うほど分かりづらくなってきたかもしれません。最近は胃もたれするし揚げ物からは遠のいてるねんって方も、とんきつさんのとんかつならペロッといける気がします。私もとんかつダブルにすればよかったなと後悔しました。この美味しさはここにしかない美味しさ。一度食べると必ずもう一度来たくなる中毒性のある美味しさでした。お客様は学生さん風の方からお仕事途中の方、ご近所の方まで様々で、年齢層もバラバラ、幅広い年代に人気があるのがわかります。女性のお客様もいらっしゃり、お店の方との程よい距離感が初めてでもとても居心地よく感じました。今年の冬の豚汁は我が家も山椒を入れてみようと思います。本当に美味しかったです。とんきつさん、ごちそうさまでした。いかがだったでしょうか。とんきつさんのとんかつと豚汁、何気ない素朴なお店で絶品の食べ物に出会うと、宝箱を掘り当てた時のようなやったーっていう喜びがありますよね。美味しいものを食べていると、あの人にも食べさせてあげたい、この人にも食べさせてあげたいと次々に顔が浮かんできます。とんきつさんのとんかつと豚汁はそんなみんなに教えたくなる美味しさでした。
撮影させていただいたお店の皆様ありがとうございます。そして最後まで見てくださった皆様ありがとうございます。それではまた次の動画まで。